ますと、どうも、ゆうです。今回は、ムーサ参考による英語バケモン YouTuber5 選というテーマについて紹介しようと思います。突然ですが、僕は生まれてこの方 YouTube を使って英語勉強してきまして、世の中には数多くの英系 YouTuber の方々がいらっしゃいますが、中にはとんでもないバケモンが潜んでるんですよ。ってことで今回は、英語勉強にめっちゃ参考になるバケモン級の英語系 YouTuber を一挙5選紹介していきます。それでは行きましょう。ムーサ参考になる英語系 YouTuber1 人目は、アツエイコさんですね。YouTuber のパイオニアと言っても過言ではないバケモン中のバケモンで、このアツさんが確立したネイティブに近づくための英語勉強法が鬼参考になるんです。あとアツさんはよくオンライン会話で自分の英語力を試してみたみたいな向上心のバケモンのような動画を出してますが、その時にアツさんが使ってる英語がもはやボキャブラリーの宝庫でめちゃ勉強になるのと、僕が毎回それを見て、あ、自分まだまだやとメンタルやられるまでがセットで、もっとやんねえとダメだなと毎回尻を叩かれる思いになるので、本当に感謝してますね。ほんでこの人も最大のバケモンポイントは、約12年前から YouTube に英語を記録してるってところで、今でこそバケモンのアツさんですが、最初は僕たちと同じで、そこから鬼の努力と勉強量でここまでのし上がってきた経緯を見ると、なんか自分自身がアリコに見えてくるんですけど、それでも未来への希望を持ってるすごい YouTuber なので、ぜひおすすめです。2人目は大二郎さんですね。英語発音に特化したバケモン YouTuber の方で、本田圭佑選手の発音指導もしたことがある最強の発音専門家ですね。まずこの大二郎さんの発音が綺麗すぎて惚れ惚れするのと、各国の英語発音を真似した動画を作ったり、アレクサと英語で会話したりしてる動画がクソほどおもろいので、楽しく英語勉強できちゃうのも推しポイントかと思いきや、ネイティブ英語の解説動画なども日英字幕付きで紹介しているので、純粋に英語勉強として参考になりますね。で、僕個人的にはもちろんモノマネとかネタ系の動画も好きなんですけど、それよりも大二郎さんがたまに出すバズりとか全く気にしない鬼テープの発音を解説してる動画がめちゃくちゃ好きで、あとは1時間発音練習ルーティーンとかいう、とにかく大二郎さんが1時間発音練習するという動画も普通に面白くて、気づいたら1時間経ってますね。英語の発音を良くしたいって人にはもう真っ先に大二郎さんをおすすめするくらいめっちゃ参考になるので、ぜひ見てみてください。3人目はタロタックの海外生活ダイアリーさんですね。海外の人にザックバランな質問をしていくインタビュー系バケモン YouTuber の方で、ネイティブの生英語が聞けるのと、コンテンツとしてめっちゃおもろいので飽きずに見れちゃうのが強いです。また動画内では結構日常会話に出てくるようなテーマがあったりするので、出てくる単語や表現がそのまま会話で使えちゃうっていうのと、一番の最強ポイントは日英字幕付きなので、がっつり英語勉強に使えちゃうってところですね。あとはタロタックさん自身が使う英語のボキャブラリーがものすごくて、見るたびに勉強になるので、これはぜひおすすめしたいですね。で、僕は海外の人のインタビュー動画も好きなんですけど、個人的にタロタックさんの英語勉強法の動画がめちゃくちゃ好きで、世の中いろんな勉強法がある中で、英語力ゼロから始めたタロタックさんだからこそわかる、誰でも英語が伸ばせる勉強法がめちゃわかりやすくまとめられてて、僕もしっかり参考にさせていただいてますね。あとはシンプルにタロタックさんの行動力がバケモンすぎて、人見知りしてる場合じゃねえなーと尻を引っ叩かれる思いでいつも動画を見させていただいてるので、皆さんも一緒に尻叩かれましょうか。4人目は二次三次 EN さんですね。これはまさにゲームを見ながら英語を学べる神チャンネルで、とにかく日常会話フレーズの宝庫なのと、シンプルな単語表現が多く使われるので、すぐに真似して会話で使えちゃいます。動画によっては英語字幕がついていたり、ゲーム機とかだと日英字幕がついているものもあるし、さらに定期的に字幕なしのライブ配信もしているので、自分の英語力を試すこともできたりするなど、ゲームが好きな人には最強の英語学習教材ですね。で、僕は以前にオンラインゲームのフォートナイトにドハマりしたことがありまして、せっかくゲームするなら英語もやっかって言って、いろいろ探してる時に見つけたのがこの二次三次 EN さんで、もう気づいた時にはドハマりしてましたね。ほんで動画を見てると、だんだん自分もオンラインで会話したくなってきて、ある日のフォートナイトで海外の人と同じパーティーになった時に、思い切ってマイクをオンにして会話するぞと思ったら、まさかのどう人見知りを発揮して全く喋れず、1試合終わった後に即パーティーから追放されたので、あ、もっと英語頑張ろうと思いました。5人目は錦織さんですね。このチャンネルはイギリス人とブラジル人と英検3級の人と青森県民で構成される異色のグループで、動画内は全て日本語禁止で、とにかく4人がふざけまくる、くだらないけど笑っちゃうチャンネルですね。ただイギリス人のマークさんはネイティブ英語だし、ブラジル人のジュンジさんもネイティブポルトガル語なので、1つの動画で英語とポルトガル語と、あと謎に津軽弁も学べる行チャンネルですね。英語学習としてはマークさんの英語がめちゃ綺麗で、シンプルな単語表現を多く使いながらレスポンスの早い返しをしてるので、ものすごく勉強になりますね。で、個人的に僕が一番すごいなって思うのは英検3級のユーダイノさんで、この方が喋る英語はもうとにかくめちゃくちゃな英語なんですけど、僕はこのユーダイノ
さんの姿を見るたびに、僕が留学中に一番足りてなかった部分ってまさにこれだなといつも思うんです。僕は留学中にどうしても単語や文法の間違いが気になったり、発音の正しさを気にしすぎるあまりネイティブとうまく話せなかったり、ここでは発言しなくてもいいかなとミスを恐れてチャレンジしないことが多々あって、なんなら正しい英語じゃなきゃ理解してくれないし話しちゃダメとも思ってたんです。でも実際そんなことは全くなくて、結局文法を間違えても発音が違くても自分の思いをあの手この手で伝える努力をすれば、なんだかんだで相手に伝わってちゃんとコミュニケーションが取れるんです。でその時に大事なのが少しの適当さと勢いで、それを身をもって体現しているのがこの錦織の雄大度さんなんです。このぐらいのマインドを持って留学していればもっと英語伸びたのかなと僕は今でも後悔しているので、もしこれから英語を話したいと思っている方はぜひ錦織さんの動画を見てみると勇気をもらえるかもしれませんね。ってな感じでした。今回紹介した YouTuber の方々は、僕みたいな失敗談を垂れ流す意味わからんチャンネルよりも5000万倍役に立つと思うので、興味のある方はぜひ見てみてください。そして最後に一つ、もし僕がこの中で一番参考になる YouTuber は誰ですかと聞かれたら、僕は迷わずこう答えますね。うーわー